はい、皆さんこんにちは、こんばんは。今回もね、中華発送物が一つ届きましたんでご紹介いたしますね。すでにね、こういう形で破れたりね、いろいろしてますんで、中どんなでしょうかね。はい、中はね、例によってゴミ袋のような袋の中にね、緩衝材なしで入ってます。まあ割と箱的にはね、そんなに損傷はないと思います。はい、出てきましたね。出てきました。内容物はね、本体のみです。薄っぺらい説明書も何も一切入ってないです。本体のみです。ということで、何を買ったかと申しますとね、ストーブファンですね。これはね、意外と早くてちょうど2週間で到着いたしました。購入金額は2567円だったんですけど、なんか下にね、110円のクーポン券がついてましたんで、結局送料込みの2457円で購入することができました。最近ね、こういうのも安くなりましたね。昔はね、倍ぐらいしてたんですけど、2500円だったらね、買いですよね。ちゃんとね、これ温度が上がるとこうバイメタルになってて、ギュッとこう曲がってね、ストーブから足が浮くような形に、ね、なってます。原理といたしましてはね、ここにペルチェ素子というのが入ってましてね、温度差によって電力が生まれるものですね。これから電力を作って、この中に普通のモーターが入ってまして、プロペラを動かすという形ですね。まあ、ペルチェ素子とね、あとペルチェ素子を使った冷蔵庫の修理なんか、ちょっと動画ね上げてますから、下にリンク貼っときますので、よかったら見てください。材質はオールアルミになります。大きさはこの下からこの羽のね、一番高いところで 208mm、 本体の幅がこれが 14cm 弱、138ミリぐらい。羽の直径が約187ミリ。この奥行きはちょっとね、プレートがいびつになってますので、こう曲がってますので、こう来てこう曲がって、これが先端出てますので、とりあえず、一番ね、幅の広いところで11センチぐらいですかね、110ミリぐらいで、ここからね、羽の先端までが90ミリ。値段の割にはね、結構作りはいいと思います。取っ手は磁石がね、くっつきますので、スチールですね。オールアルミってね、最初言いましたけど、嘘かもわかりませんね。この辺りはね、くっつかないんですけどね、このカバーがね、このモーターのカバーですね、これがスチールですね。これがすっごくくっつきますからね、これはスチールですね。あとは後ろのカバーもね、大丈夫ですね、くっつきません。このビス辺りがスチールですね。他はもうアルミです。このカバーもアルミ。はい、モーター部分はこんな感じですね。直径は 31.7mm。 この一番薄いところで 19.1mm ぐらいでしょうかね。あとこの軸の出てるところから出てるところ、これが 24.8mm。 軸の最先端までで 34.7mm。 シャフト径は
1.8mm。 まあもし何らかの不具合で故障してもね、このヘッドのモーター部分だけね、部品として売られてました。ベルテ素子には残念ながらね、刻印が打たれてませんでした。寸法は4センチ角ですね。両方とも同じです。厚みは 4.3mm。 最初からね、こことこことここですね、ここにはグリスは塗られてませんでしたね。熱伝導用のね。ちょっとついでにね、このリード線がね、なんか危うかったんで、布のね、絶縁テープ、結構ね、耐温度性にね、優れたテープがあるんですけど、あれをちょっとね、貼っとこうかなと思います。はい、こういうやつですね。はい、こんな感じですね。今コロナのね、石油ストーブの上に乗せました。実際動かしてみたいと思います。その前にね、ちょっと回転をね測りたいんで、このシールを羽に貼りたいと思います。はい、ここにね貼らせていただきました。今回り始めました。2分ですね、ちょうど。電流が 0.12A、 0.3V。 温度が下の土台が 92.2 度、上のペルチェ素子の上あたりが 49.5 度。今回転数が364回転。はい、4分経過。電圧が 0.8V、 電流が 0.24A、 温度が、土台が144度、ペルチェ素子の上が、ペルチェ素子の上が 86.5 度、回転が505回転。今8分45秒ぐらいでしょうかね。もうほぼ安定してます。電圧が 1.3V、 電流が 0.43A、土台の温度が211度、ペルチェ素子の上のあたりが139度、風速が、まあ20センチぐらい離したところで 1.3m、 1秒間ですね。電圧が 1.4V、 電流が 0.45A でね、風速はね最高で 1.6m、 1秒間に20センチぐらい離したところです。ちなみに電圧計は33度、まあ、側面で28度ぐらいでしょうかね。大丈夫ですね。
中間部が 76.7 度、ストーブの火を落として2分経過してもね、まだ元気よく回ってます。電圧が 1.1V、 電流が 0.36A。 台座の温度が135度、ペルチェ素子の上が102度、ちなみに USB ファンですね、これの弱です。弱で 15.4m1 秒間に。ストーブの火を落としてもう8分以上経過したんですけどね、電圧が 0.5V、 電流が 0.13A。 まああの風がね、穏やかにこうゆっくりとね、周りの空気を混ぜてくれるというかね、サーキュレートしてくれるんでね、なかなかいいもんじゃないかなと思いますね。置いておくだけでもね、結構インテリアになるんじゃないでしょうかね。今11分ぐらいですね、火を消火して、電圧が 0.4V、 電流が 0.10A ですね。あとはね、電流電圧計の話になるんですけど、これはね、この自力でね、このファンを回してこれで起こした電力でこれを賄うつもりだったんですけどね、残念ながらね、これをね動かすためにはね、 4.5V から 30V の電源と 20mA のね電流が必要になるんですね。さっきのねテストでも最高電圧が 1.4V だったと思うんですけどね、到底 4.5V にはね届かなかったんで、この表示がね全然されませんでした。そこでね考えたのがね、この小圧モジュールを使って電圧を上げようと思ったんですよね。これはね、入力が 5V ぐらいだったらね、出力で 10V とかねいう感じで電圧を上げるモジュールなんですけど、これがね、いかんせん、これも動作電圧がね、2V 以上なんですよね。まあ、ということでね、もう外部電源をね、取ることにいたしました。裏をね、覗くと、ボタン電池が3個入ってね、4.7V 駆動にしてます。これでね、スイッチオン、オフ。はい、こういう感じでね、つきますね。今ちょっとね、実験終わったとこなんで、ちょっと若干電流がね、流れてます。本日はね、以上になります。ありがとうございました。失礼します。